15年ののフランスのコメディ映画監督はサミュエル・ベンシェトリ、出演はイザベル・ユペール、バレリア・ブルーに手で好き、マイケル・ピットなど、郊外の古い団地を舞台に3組の男女の交流を描いた群像劇。第68回カンヌ国際映画祭特別、招待作品。団地のエレベーターが故障し、住民が費用を出し合って、 修理をすることになるが、2階に住む、冴えない、中年男性スタンコビッチは、費用負担を拒否する。結局、スタンコビッチは、エレベーターを使用しないという条件で支払いを免除、されるが、その直後に怪我で、車椅子生活となってしまう。すると、彼は誰にも見られないようにこっそりとエレベーターを使い、深夜に食料を調達するために出かけるものの、その時間では、 店はすべて閉まっており、病院に設置された菓子の自販機を使うしかない。ところが、そこで、夜勤の看護師に見つかった、彼は、とっさに、自分はロケ班中の写真家であると嘘をついてしまう。彼女に惹かれた、彼は、彼女に会うために毎晩、彼女の休憩時間に合わせて車椅子で病院に行くようになる。二人の仲が狭まると、スタンコビッチは、 彼女の写真を撮りたいと提案し、彼女はそれを受け入れる。約束の夜、彼は意を決して病院に向かうが、団地のエレベーターが故障して出られなくなってしまう。必死の彼は、なんとかエレベーターから脱出し、不自由な足を引きずりながら歩いて病院に向かう。約束の時間はうに過ぎていたが、彼女が夜勤を得て帰ろうとしていたところにようやく、たどり着いた、彼は、 自分が写真家ではないことを正直に告白する。10代の少年シャルリは母親と二人暮らしだが、母親は留守がちでいつも一人で過ごしている。そんなある日、隣の部屋に中年女性、ジャンルメイヤーが越してくる。かつては女優として活躍していた彼女だったが、今は役がつくこともなく、すっかり落ちぶれている。一人でまともに生活できないほどに間が抜けている。 彼女を見かねたシャルリは彼女の世話を焼くうちに徐々に親しくなると彼女が役を得られるように協力するようになる。宇宙飛行士のジョン・マッケンジーが乗った機関用のカプセルが手違いで団地の屋上に不時着する。この非常事態を隠蔽したい NASA は彼を迎えに行くまでの2日間、その団地の最上階に住むアルジェリア系移民の女性マダム・ハミダに彼をかくまってほしいと依頼する。 気のいい彼女は彼を得意料理のクスクスで乾杯し、今は刑務所にいる息子の部屋や服を貸す。ジョンはフランス語がわからず、マダムは英語がわからないため、二人の会話はチグハグなものとなるが、それでも二人は親子のように親しくなっていく。シャルリを演じたジュール・ベンシェトリはサミュエル・ベンシェトリ監督の息子で、母親は女優のコマリー・トランティニアン。 母方の祖父は、ジャンルイ・トランティニャンである。ロッテントマトズによれば、6件の評論のすべてが高く評価しており、平均して10点満点中6.67点を得ている。アロシネによれば、フランスの22のメディアによる評価の平均点は5点満点中3。6点である。ありがとうございます。